ドラゴンの道のアクションの中には、その格闘アクションの中には、そのジークンドーのエッセンスがたくさんてんこ盛りに詰まってるんですけども、そこはもう技として、技あるいは戦術としてブルース・リー先生はたくさん見せてますね。ジークンドーの戦術を中村に実演解説してもらった。ボブオールが左リードですね。ブルース・リー先生は右リードです。で、相手がまずハイキックを蹴ってきます。送り足で。それをブルース・リー先生はステップバックしておきます。そうするともう相手は勢いづいてますから、思いっきりポーンと来るわけですね。で、ブルース・リー先生避けますから、相手は勢いづいてるわけです。で、彼がまた左リードに戻ります。さっき勢いづいてますから、もう一回同じような感じで来るわけですね。で、それに対してブルース・リー先生はまたステップバックするんじゃなくて、相手の攻撃をこれで誘い出してるわけです。待ってるわけですね。で、相手が蹴ろうとした瞬間に、ドーンと合わせるわけですね。相手が、調子に乗ってる分だけ、この、インターセプトするカウンターの力が倍増するわけですね。これはですね、タイミング、自分の攻撃を出すタイミングですね。それを一回反発なりちょっと置いてドーンと入れる段階を追わせるわけですね。一発の攻撃なんですけども、それをダイレクトにドーンと入れるんでなくて、一回拍子を狂わしてからズドーンと入れる、こうですね。ボブオールが前ですね。で、前の足を使ってロイナオテックという技でストーンとまず飛ばします。で、今度ボブオールが蹴ってくるのをジートインターセプトします。横蹴りで止めます。で、もう一度前の手に相手の神経をパーンとやらせます。で、次も同じ軌道でここまで出すわけですね。出してからパッ上を蹴るわけです。それによって相手はまた下来るのかなと思わしといて、トン上に行く。相手が最初ですね、横蹴りを蹴ってきます。それをステップバックしてさばきます。で、ウォインシックはまた元に戻るんですが、さっきステップバックしましたけども、こっちは、勢いに乗ってます。私がステップバックしたので。ですので、もう一回前にドーンと出てきます。その瞬間に合わせてバーン顔面を蹴ります。今のは、ドラゴンの道の対チャック・ノリス戦ですね。コロシアムのシーンです。ちょっと解説してます。ですね、まずフィンガージャブですね。手のフェイントでフェイントを入れます。入れてアブストラクショナルキックというんですが、これは相手の攻撃を遮るというよりも相手の突進をですね、遮る、相手のこの突進をですね、食い止めるっていうタイプの、ストッピングです。その後、実戦ではこの後こう目をつくんですが、まあ、映画ではちょっとこういうふうにやってますけども、実際目をつきます。そうすると着の字が受けます。で、この手をですね、一回引き落とします。これラプサオと言います。引き落としてドーンと入れます。で、そこで、まあ、この辺を打つんですが、相手が受けました。受けたらその手を下から掴んでドーンと入れます。こっち引っ張りながらドーンと入れた後、下に落としてドーンと入れます。そうすると着の字がこの体勢が嫌なので、パーンと上に上げていきます。そしたらその手を下に下げながらドーンと決めます。で、この短いレンジでトトトトーンと入れて、はパンパンと蹴ります。ローマのコロシアムを舞台に行われる巨漢チャック・ノリスとの5と10の対決。2人の武道家は8分間にわたって死闘を繰り広げる。